皆さんこんにちは、小林哲也です。今日も塩田と一緒にレッスンやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。前回はフォロースルーの話をさせていただきました。で、今回はリリースポイントの話をさせていただきたいと思います。塩田のリリースがちょっと遅い、で結局これってさっきの話とつながってて、リリースポイントが遅いのでここにアクション乗っちゃって親指が抜けなくなるので、これを無理やり抜こうとするからちっちゃくなるっていうのがあります。でそれが少しずつフォロー数が伸びてくると親指の向き、この親指の向きが下に向くようになってくるので、だん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 親指の抜けも良くなってくると思います。多分今まで試合とかちょっと力が入ったりした時に指が抜けなくて飛んでっちゃったこと何回かありますね。あれっていうのはやっぱ翔さんがリリースのポイントがちょっと遅くなっちゃうんですね。で遅くなってなおかつ握っちゃうから余計抜けなくなっちゃうっていうのが多かったので、ちょっとそのポイントを少し手前にずらせるように意識していきたいと思います。でちょっと僕の方で一回レクチャーじゃないんですけどさせてもらいます。ちょっとこのカメラを見ながらなんですけども、今翔さんはボールを投げる時にここの自分の体よりも前のこの時点でボールを振ろうとする。だから親指が上向いてる状態で投げるのでちょっと引っ掛けてしまう、でフォローするがちっちゃくなっちゃうっていう状態なんですけども、じゃなくてトップの位置ここですよね。だからボールの位置が1個分もしくは1個半分ぐらい早くリリースをしてほしいんですよ。今って多分ジョーダンはここから投げようとしてここから回そうって思うじゃないですか。じゃなくてもうこのお尻からここで回す、少しここで回すっていうような意識をしてあげると一番下のところでリリースができるんで親指が下を向きます。はい、そうですそうです。だ今そうどうしてもジョーダンの場合は今ここで自分の体よりも前で振ろうとしちゃうんで引っ掛けちゃうんですけど、そうじゃなくて自分の足のこのお尻ぐらい、お尻からそうですっていうのを意識してあげるとフォロースルーが伸びるし、なおかつリリースのポイントが早くなんでボールを回せるので、はい、ちょっとそこを意識して投げてみましょう。はい、もうちょっと今ので動画で見てると、はい、今ので多分最初の動画はここだったのが今これぐらいです。フォロースもっと多分ジョーさんの中ではもうすごい速い感じですよね。もっと速くていいです。はい、もう1個分ぐらい、もうちょっと、もうちょっとこうトップからボールが来てから自分で回すときにもうここで回すぐらい、お尻のところで始動する。そうです、そう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 、もう一回いきましょう。はい、お大丈夫、大丈夫大丈夫。今なんか見てもらうとだいぶ良くなりました。もうちょっと、お お、 おもうちょっと、これはもうすぐにできる問題じゃないんですけども、はい、やっぱり意識することがすごく大事で、やっぱ今までジョーダンは投げるときに自分の中で体の前から振ろうっていうのが強かったと思うんですね。だからこういう風になったんですけど、それを少しずつお尻の位置くらいからボールが回せるようになってくるとボールの回転数も上がるし、そうです、で体もそうです、上がらなくなってくるので、そこをまず意識することで少しずつ少しずつボールのリリースのポイントっていうのを手前にしていく。で別にここで落ちるわけじゃないので、よく勘違いする方も多いんですけども、ここでボールを落とそうとしすぎて落とした人がいるんですよ。じゃなくてボールのその自分の中の認識としてみんなこうそのポイントが遅いんですよね。ここでやろうって思ってても実際やっぱ動いてるものをやろうとするとこっちになっちゃうので、はい、なので自分のお尻のこのスタートぐらいでやらないと実際のリリースのポイントではうまくできない、はい、っていうのでこの手前から やりましょうっていう話をしているので、わざわざここでもうボンって抜く必要はないですし、もちろんそのリリースをするときにフィンガーにしっかり乗ってなくちゃいけないので、
手を離すわけではないので、ここのポイントでしっかりとお尻の下でボールを回すっていうのを意識することが大事になってくるので、ちょっとこれは練習も必要だと思いますので、はい、少しずつ意識してもらって、前回のフォロースルーと合わせてやっていただければと思いますので、はいはい、引き続き頑張っていただきたいと思います、はい、またあの引き続き僕もよしみも一緒に、ね、はい、やらせていただきたいと思いますので、はい、また困ったことあったらいつでも連絡いただければと思います、はいはい、ありがとうございます。はい、ということで今日は以上になります、ご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。バイバイ、はい。